妊娠出産産褥期そして子育ての初期にキャリアが一時的に停滞することへの焦燥感、同期の男性はあるいは夫は子供がいてもバリバリ働いているのになぜ私はそれができないのかという思い、けれども子供は本当に愛おしくて大切でかけがえのない存在で、私はどうしたらいいのだろうと、働くことと家庭や家族を持って子供を持っていくことの両立を、その困難さを多くの女性が感じています。政党は社会の在り方を論じ合い決めていく人たちの集う場です。そういった場であるからこそ、産む姓である女性たちの妊娠出産産褥期の活動が、地元の屋外での活動が一時的に停滞することを許容してほしい、別の在り方でまた頑張らせてほしいと私は思っています。政党が範を示すことは、社会で働く多くの女性たちの希望になると私はそう思って、本日は問題提起も含めてこの場を設けさせていただきました。以上になります。